い、サムちゃんです。はい、今日も走っております。今日はね、静岡で積み上がりまして、積み上がった何時かな、夕方5時だったかな。はい、5時頃積み上がりました。今ね、まだ静岡にいます。ちょっと高速乗り上げてから今静岡のサービスで前に乗りますね。はい、やっぱり雨がきつい、なんか静岡もね、大雨警報出てまして、だいぶね、雨降ってるような感じですけれども、まあ早めにちょっと通過はしておきたいかな。で、九州の方もすごい雨が降っているということで、この間週末ちょっと初めて知ったんですけど、すごい災害が出ているということで、とね、そういったところでなんかできればいいんですけど、まあ豊かって何もね、やっぱり僕らできませんので、本当にツイッターとかでね、したりとか励まし合ったりっていうことしか今の段階ではできないんですけど、本当に、ね、一日でも早く本当、またそれでも行方不明の方とかもね、いられるということなんで、早めの救助できることをね、祈っております。はい、ということでね、まだまだこれから災害も起きると思いますので、まあ、僕らも長距離走ってみて、まあ、僕は九州の方は行かないですけど、他のドライバーさんとかも行ったら行われるってことでね、はい、そういったところでね、励ましあったりとかして、ちょっとでも、安全運転できるようにね、皆さん心がけておりますので、ぜひともね、そういったところで皆さんでバックアップできればなと思っております。はい、ということで、このまま静岡からどこまで行こうかな。とりあえず430は土山かな、土山まで向かって、時間的に途中鈴鹿であったり、まあ今日は大郷の先ですね、音源とか白鳥まで行きたいと思っているので、一応そこまで行きながら道場風呂を応募したいなと思っております。
まあ、この先やっぱり通行止めになりましたね。今これ現状撮ってますけれども、撮ってた中では今新神戸の下りまして、この先ね、新首都インターっていうかな、あそこも行けなくなってまして、あと浜松稲佐ジャンクションから東名高速ね行ける道も今現状厳しいで通行止めになってます。だってこの先多分新首都インターの手前かな、多分そこで一旦降りてっていう形になります。下道もどうなるかわからないですけど、基本的に僕のナビが携帯ナビで行ってるんで、まあ、この後、まあ、動画ちょっと撮れませんけど、とりあえず一旦降りて次の高速まで一旦乗り上げる形で走りたいと思います。今日ね、今日静岡から行ったんで、静岡からまだね、時間的余裕があるんで、とりあえず多分2時間ぐらい走れるかな。余分道は走ってるんですけど、こんな感じで今速度も約70キロ、だいぶこれを遅いです。こんな感じですよ、もう後ろも見えない状況になってるんで、とりあえず頑張って走りたいと思う。とりあえず安全運転で行こう。はい、どうもイサムちゃんです。はい、あ、疲れた。あ、なんとかね、通行止め、なんとかギリなんとか行けた。ギリギリセーフ。僕の後ろで、高速警備隊っていうんですかね、あのネクスコのあれが来て、随時速度遅くしてこの先通行止めっていうね、電光掲示板出しながらやってましたんで、僕の場合はなんとかギリギリそこの前走ってたんで通過できました。今とりあえず岡崎とりあえず来たんで、とりあえず燃料ね、この後何が起きるか分からんので燃料入れたいのと、はい、こんな感じ見えるかな。そう、アドプールのね、排気ガスのクリーナーのランプがついてしまったんで、とりあえずねこの先止めれるとこ探して止めて1回排気ガス30分休憩やりたいと思います。最悪は土山が1時間なんで、なんだかそこまで持ってくれたんですけど、とりあえず行きたいと思います。よし、走ろう走ろう走ろう、行けるところに。まずこの先のね、宝塚とかあの辺も通行止めになりやすいんで、で今岡崎来てお風呂入ろうかなと思いますけども、どこもいっぱいですね。止めれる状況になってしまって、とりあえず燃料だけ入れて、最悪はとりあえず今日お風呂入れん可能性もありますけど、とりあえず静かとかもあったら行きたいんですけど、多分静かもいっぱいだと思うんで、とりあえず行けるとこ、とりあえず行けるのが土山、土山のサービスエリアが一応4時間、手前ギリギリかな。とりあえず順番に回っていこう。はい、とりあえず今土山のサービスエリア着きました。はい、ということで今ね、アイドリングじゃない、排気ガスか、排気ガスのクリーナー今して今30分経ってまだ終わらない。これが終わるまではちょっとね走り、あ、終わった、ちょっと終わった、あ、終わった終わった。はい、ということで排気ガス終わったんで今から走りたいと思います。ご飯はとりあえずね、ザイルだけ一旦切ったんで、とりあえず向かおう。はい、ってことで今ね、兵庫県の三木サービスエリアに、着きました。で、お時刻が今11時40分、まあ、途中ね、通行止めになるかなと思ったら、ちょうどね、ギリギリ後ろ、僕のちょうど後ろの方か、もうアウトみたいな感じで、僕の方はギリなんとか間に合って、なんとか燃料も入れて、で、お風呂はやっぱりね、今日どこもいっぱいでした。なんで今、三木にいるんで、明日ね、ちょっとシャワー朝早起きてしようかなと思います。冷凍してきたやつね、これだいぶ冷やしたやつでずっと冷蔵庫で行ったんで、まあ1日だったので、まあ、若干ギリギリセーフかなと思います。で、あとはこれね、さっきね、実はね、土山のサービスエリアにね着いたんですけど、その時にほんまに止めれんくて、もう30分の絶対取らなあかんのだと
なんていうかな、排気ガスのクリーナーかな、あれをせんとあかんくて、もう仕方なく何とか止めて、やったんだ感じで、その間待ってる間だけにもうこれだけ、もうじゃがいも2個と、ピーマン2個かな、これだけもう切っときました。これだけ準備しております。であとはきのこね、きのこもこれ半分ちょっと使いましょうかね、今日はね半分だけ使って、明日残り半分は明日に使いたいと思います。で、まあ、あとはもうさっと炒めて、もうさっと食べよう。でご飯はもう炊き終わってます。はい、準備してもう炊き終わってるんで、していきたいと思います。それではお腹ペコペコのスタートってことでやりたいと思います。で鶏肉なんで先に肉からやりましょうか。ちょっと油を引こう。ちょっといいね。で今日はね鶏のもも、ももを使いましょう。あーお腹空いたね。お腹空いた空いた。準備するのせなあかんのですけどね。とりあえず準備していきましょう。鶏肉はね、何分やったかな、300円分ぐらいかな。でこれまだ半分なんで、あと半分まだ家にあるんで、今買い冷凍してあるんで、また次来るときに持ってこようと思ってます。味付けはいつもの定番のね、鳥なんでね、やっぱり怖いんで、しっかりしましょう。大きかったかな、入れてもよかったな。大きか、これに入れましょう。これで煙だなこれ。はい、ってことでね、味ぽんを今ね入れました。ちょっと入れ終わって今こんな感じです。入れるの忘れとった、入れるの忘れたじゃん、入れてるとこ取るの忘れとった。こんな感じでね、はい、味ぽん入れて味を変えました。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね弱火で、あとはコトコトなくなるぐらいまで飛ばしたいんですけどね。もうちょっとだけやろうか。ね、鶏肉なんで怖いんでね。いいかな。よし、ちょっとほなこの後はちょっと片付けして、盛り付けしたいと思います。これで一応完成。鶏肉とキノコと野菜のポン酢炒めの完成です。はい、では完成です。ほら、うまそうじゃない、ほら。すっごいね、うまそう。ご飯見て、ほら。わあ、炊きたて。
はい、では食べましょう。こんな感じです。はい、ではね、食べていきましょう。鶏肉いけるから大丈夫や。友達に食べてみます。うんうん、うまい。うん、あーもうバッグゴー。うん、うん、わかん。うん、バッチグ。うん、あとうまいことできたね。外があのパリ、皮がパリ、中がジューシー、もううまい。あの迷ったんですよね、焼肉のタレにするかポン酢にするか。もう夜やしね、こってり食いたいんですけど、いいもたえで嫌でしょ、寝る前に。さっぱりしました。うんうん、きのこも合う。うん、あとあのゆで卵をね、一緒にこう味玉みたいな感じしたらもっと良かったんですけど、で煮詰めたらね。またそれも次回やっていくかなと、次回以降ね、ちょっと思います。いただきます。熱いね、これ。うまっ。うん、でもがね、ここなんですよ。うぅ、すごい。うん、うん、うん、中もしっかり焼けてます。うん、鶏肉うまっ。うん、まあ、鶏もね、豚も怖いでね、しっかり炒めて。うん、無事に近くまで、現場近くまでなんとか来れました。まあ、あとはね、今日はここでもうゆっくり休んで、明日はちょっと遅めなんで、ゆっくりしたいと思います。で、ああいう災害とか、大雨みたいな、ああいうことが起きるとね、本当高速道路もよく止まったりするんで、その都度ね、やっぱり情報交換であったりとかも早めにね、今日はちょっとツイッターであげましたけど、ツイッターで拡散したりとかしてもらって、本当にこう走ってる方からね、ちょっとでも、まあ、注意喚起みたいな感じですけど、取れたらなと思って。あと430休憩されてる方とか多分いると思うんで、そういう時にはツイッターってこういう便利だなっていうのをね、やっぱり皆さんに共有できたらなと思っております。ということで、また今後もね、そういうのを共有しながらやっていきたいと。あとは僕は多分すぐ開けてすぐに、ババシちゃんかな、うん、トラックのね、YouTuber の方で、ババシちゃんね、有名な方ですけども、ツイート上げていただきましたよね。多分ね、キャスもやってて、ちょっと僕キャスミラチラッとしか見てなかったんですけど、なんか渋滞、通行止め食らって、その後渋滞みたいな感じだったんで、まあ、どこまで行かれてたかちょっとまだわかりませんけど、本当気をつけていただいてね。他のトラックの方々もくれぐれも十分気をつけて、そういった災害に対応できるように、していただけたらなと思います。はい、ということで、今日も疲れました。明日は岡山へ向けてまた住み込み、があるんで、ちょっと体力を温存するためにしっかり食べて、しっかり、住み取って夏バテ防止に向けたいと思います。ではまた次の動画も見てね。またねー。